はい、皆さんこんにちは、ふみちゃんです。今日僕はね、広島県の尾道、山陽新幹線の新尾道駅に来ております。まあ今日これから広島の方に向かうんですけども、今ね、新尾道駅で降りて、通過する新幹線をねたくさん撮影しているところなんですけどもね。はい、この新尾道駅なんですけどもね、今僕が見てるのが、岡山新大阪方面、すぐ近くにトンネルがあります。こちらがね、尾道トンネル、長さが3800m あります。で、こちら側がね、広島博多方面ですね。思いっきりズームしてますけど、こちら側もね、ホームからトンネルが見えます。こちらがね、備後トンネル、長さがね約9キロ、 8900m ですね。で、このトンネルを抜けるともうすぐにね、隣の三原駅までの駅間距離はわずか11キロしかねありませんのでね、このトンネルを抜けるともうすぐに三原駅です。はい、そしてまたカメラをね、再び大阪側、岡山方にね、向けますと、このね、尾道トンネルとのこのホームの距離はね、多分200メートルぐらいしかないので、特にこの大阪側からね、向かってくる新幹線が接近する時の音がすごいですね。一言で言いますと、トンネルドンというやつですね。新幹線がね、長いトンネルに進入した際にね、発生する微気圧波、これがね、出口付近でドンという騒音になるんですよね。来た来た、すごい音がしますよ。来た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 よ。まあ、正直言ってね、早いの一言、やっぱり山陽新幹線でね、やっぱり東海道新幹線も今285キロを出すんで、やっぱり子供の頃、僕らの子供の頃まだ220キロしかね、新幹線出せなかったんで、まあそれに比べると本当に早くなりましたけどね。ただやっぱり285キロと300キロのね、そのたかが15キロが本当にね、実際乗ってみたりするとね、早く感じるんですよね。うん。あ、と喋ってた間にね、上り列車が来ましたね。これまた早いなぁ。いや、風が、このね、新幹線通過後のこの風を浴びるのも大好きなんですよね。まあ冬は寒いけど。この列車は8両編成で、ホームの中ほどに止まります。この列車は各駅に止まります。今ね、接近放送、駅構内の接近放送を聞いてたんですけども、新尾道駅というのはやっぱり山の合間にあるんですよね。ですので、よく聞くと、この駅構内の放送が山彦のように戻ってくるんですよね。このようなね、地形の中にできた駅ならではの光景ですよね。面白いですね。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りの方は、黄色い点字ブロックまでお下がりください。ドア閉まります。ご注意ください。
5時15分になります。この小玉号に乗ってね、そろそろ僕は三原に向かいたいと思います。皆さんもね、機会ありましたらこの新尾道駅でね、撮影してみてください。以上、海チャンネル、海ちゃんでした。次回の動画もよろしくお願いいたします。